は不思議という言葉をめぐって考えたことなどを紹介してみたいと思います。先日こんなことに、南北朝時代を楽しむ会でも何度も講座されている谷口先生の太平記のお話を聞くことができました。とても興味深い内容だったんですが、特に印象に残っていたのが、鎌倉幕府が1、2ヶ月で滅びてしまった、これについて近年の定説では原因がわからないんだということをおっしゃっていたんですね。それが印象に残ってるんですが、私が子どもの頃とか中高生の頃に教わっていた、例えば健康でお金使いすぎちゃったからだとか、支配体制が崩れたからだとか、そういうのを今その否定されていて、原因は分かりませんが定説だっていうのに驚いたんですね。そんなことがあるんだと。しかしその時にふとこう頭をよぎったのが、太平記読んでて何度も語り手が不思議不思議って言葉を使ってることだったんですね。で、不思議というのは私がメインで研究している一辺ひじり絵ですとか、説話なんかを、仏教説話なんかを読んでいますと、例えばその神仏の気づい奇跡が起こった時なんかはまさに不思議って言葉使いますし、一辺なんかが超人的な力を発揮した時もそういうようなニュアンスで使われたりするんですけれども、太平記の場合、人間関係とかで何かこう予期しないことが起きたりとか、社会的な出来事なんかでもその不思議を使うのが、語り手とか書き手っていうのはもう歴史分かってて書いてるはずなのに、なんとなく無責任、不思議って言葉に丸投げしてるような感じが引っかかってたんです。しかしながら鎌倉幕府滅びた原因が定説が分からないっていうのを聞いて、まさにやはりその太平記の語り手もどうしてこんなことになってるか分からないような時代だったのかなというのが腑に落ちたんですね。でもう一度その不思議って言葉を辞書で、日本国語大辞典で確認したところ、分かっちゃいたんですけれども、改めて思い知らされたのが仏教の用語だってことなんですね。不可思議の略で、思いはかることも言葉で言い表すこともできないこと、またその様とあります。これが第一義で、ここから派生して二として、人間の思考力判断力の及ばないこと、またその様で、三として思いもかけないこと、またその様、予想外という意味が示されています。ですので太平記の語り手がその人間関係のなんかほころびが起きたこととか、社会的な出来事に関して不思議って使っているのが2とか3、要するに人間の思考力判断力の及ばないこととか、思いかけない予想外のことで使ってたとしたら、なんとなくその無責任、不思議って言葉に丸投げかって印象になるのかもしれませんが、人知の及ばない何か大きな力が働いているものだということで、この不思議を使っている時には、なるほどそういうことなんだ、原因が分からないっていう、そこの感覚と同じなんだなというのを納得しました。ただ太平記は多くの写本が、本が存在してまして、私がメインで読んでる日本国古典文学全集の、その元になってる本っていうのも、天正本っていう江戸時代に出された本なので、かなりその南北朝時代の当時からは時間が経ってるものなんですね。で、太平記の多くの本って付け加えられたりとか書き換えられたりしてるところも結構あって、天正本なんかまさにそういうのが多くて、語り手の何か所感、思ったこととか評価してることっていうのは、天正本なんかだとこう他の本ではないなんてことも多いんですね。ですから、
鎌倉幕府が滅亡することを先にその京都で北条の者たちが大寺院である、大寺院を焼いたりとかして、しまったことは、これは武運の尽きぬ善病、要するにこう前兆だということを噂したんだなんて言って、果たしていかほどもあらざるに六波羅家、豪州の万馬にて滅び、一類北条氏一族ってことですね、ことごとく鎌倉にてを捨てるこそ不思議なれって書いてあるのは、これは一番古い最古の写本とされている、室町期の写本とされている、正言本にはない記述だったりするそうです。しかしながらこの不思議という言葉を使って当時も不思議、全くもってその人知の及ばないような何かこうところで起きたことだという認識だったものが、現代の私たちもやっぱりこう今そういう思いに至っているように、結構時が経ってからも解明してない、まさにやっぱり不思議と捉えるべき現象だったのではないかなということを感じるんです。そうでありながら、面白いのが鎌倉幕府滅亡のシーンで、北条時行が北条時行のことを北条康家に託された諏訪守隆が鎌倉を脱出した後のシーンで語り手が語っていること、この記述っていうのが今その不思議っていうのを改めて考え直したときに気になっています。それどんなものかというと、その後守隆この若君を不足して信濃に落ち下り、諏訪の放流を頼んでありしが、後の建武元年の春の頃しばらく関東を攻略して天下の大軍を起こし、中仙台の大将に相模次郎というはこれなりとあるんですね。諏訪守隆が時行を連れて脱出するいきさつについてはこれまでも動画たくさん作ってますので、概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらご覧いただきたいんですが、まさに鎌倉幕府滅びようという真っ只中に2年後の歴史的な事実を記して書いているって、本当不思議だなって最初読んだ時から思ってたとこなんですよ。まさに不思議なんですけどね。で、ここで思い返すのが今週刊少年ジャンプで松井優生先生先に暗殺教室という大ヒット作品を書いた漫画家の先生が逃げ上手の若君という、漫画をスタートさせてます。これまさにこの北条氏の維持である時行と森高ではなくてメインキャラクターその時行を諏訪でかくまって連れて逃げてかくまってるっていうのはこの太平記本文では諏訪の法輪である諏訪頼重なんですけれども、頼重をメインキャラクターにして描いてるこの漫画があるんですが、あっと思ったんですね。私も逃げ上手の若君松井先生も大ファンなので応援のブログを毎週書いてるんですが、これも概要欄にリンク貼っておきますので興味のある方はご覧いただきたいんですが、松井先生もここにこの文章を読んだからっていうんではないんですが、こう現代とのこう現代と似ている状況というもの、そして我々が持っている課題というのを、あるいはその可能性みたいなものを見出したのではないかなと思っています。それというのは何かって言ったら、その不思議の中で
人知の及ばない何かの中で我々は翻弄されて生きなきゃいけないのかってことなんですよね。太平記の中ではこのあと五代院宗茂とかも出てきて、まあ、逃げ上手の若君なんかでも出てきますが、北条の側にいたものっていうのは、北条氏と北条の側にいたものっていうのは腹を切って死ぬか、あるいは北条を売り渡して恥を忍んで売り渡して後ろ指さされながら生きるか、あるいは五代宗茂みたいに餓死をしたりとか、それで後ろ指さされてどうにも行き場所がなくなって餓死したりとかもあったんですが、その運命しかないって中で、この時行と森高の選んだ道っていうのはそのどっちでもないんですよね。この2つしかないって言ってる中で、この2人が選んだ道っていうのは違ったと。ここに私たち人間っていうのがただこう不思議という宿命の中に翻弄されるだけではなくて、意思や行動によって未来を切り開ける可能性というのを見たのではないかなと思って、ね、太平記の語り手、あるいは松井先生ですね、そういったものを感じています。でこれというのは他の説話を読んだ時あったんですが、すごく立派だって褒めたたえられている天皇がいて、政治も優れている、それから福祉的なこう政策、要するにこう慈しみの気持ちとか、そういったもの、あと神仏に対する信仰とかも厚い天皇が、一方でその天皇が治めていた時に疫病が流行ったりとか、災害があったりとか、こう良くないことをした人がいたりとか、そういうことをこう言われたりもするって、両方のこう評価がされるんだけれども、これはどういうことかって言った時、その説話の、筆者語り手は、これ天皇がその身を治めてる時は全てが天皇のこう手の中で起きていることであって、まあ、間違いはないというのはあれなんですけれども、全て起こるべくして起こっていることだっていうんですね。これはその中国の理想的な君主って言われる行春の時代にも疫病があったりとか災害があったりして、それを見ても分かるんじゃないかっていうんですけれども、何を言わんとしてるかっつったら、全てのことは起こるべくして起こってると。もちろん疫病とか災害とかそういったことは起きてほしくないんだけれども、我々は起きてほしくないんだけれども、それはもう不思議、人知の及ばないところで我々にとって避けては通れないものとして起きているんだということなのではないかなと思うんですね。で私は前回の動画、一編の動画作った時にも占い鑑定を捨ててって話をしたんですが、実はその私が勉強した戦術っていうのは輪廻転生をベースにしておりまして、最初の頃、まあ、20年ぐらい前やった時は秘密で勉強してて、占い師なんて言ったらちょっとこう怪しいとか変な目で見られますからね、こっそりやってたんですが、よく当たる占いだなと思ってたんです。でも最近だと思ったのが、よく当たるんじゃなくて、これってこの来たるべきこういったその動乱の時代を見越して用意されてた占いなんじゃないかなとか思ったんですね。それというのも、その戦術に関わった人に、いや人生っていうのはこういうそのあなたのこう書かれているこの占いで説かれていることっていうのはこういう宿命とか課題があるけれども、乗り越えていく方法もあるんだって、いやむしろその輪廻の鎖から解き放たれなきゃいけないところはあるんだって言った時に、それが理解できた人、あるいはその理解できなくてもこれではいけないと思った人が自分の意思や行動で自分のその人生を選び取って変えてってる人っていうのを見た時に、あ、そうなんだって思ったんですね。我々はその人生において逃れられないやっぱり宿命とかそういったものもあるかもしれない、使命とかもあるかもしれないけれども、その課題とかを克服した先に
そこに書いてある以上の未来っていうのが開ける可能性があるんですよ。だから不思議に翻弄されるだけのことではないということなんですね。それはそのまさに一辺一芸なんかが、一辺がその違う世界からやってきてるんだけれども、その時代の普通の、あの人として、むしろその苦労とか試練とか多い人として生まれて、菩薩業って形でそのいろいろとその困難や試練を克服して成長して悟って救済の道を歩んでいくというのと似てるなと思ったんですね。で、谷口先生おっしゃってたのが、この太平記書いたのはおそらく比叡山の僧侶とか、いずれにしてもその学識のあった人だっていうんで、その仏教的な、その例えば私なんかはあの太平記読んでて、輪廻転生の思想っていうのは絶対外せないと思うんですけれども、仏教的なあのそういった思想っていうのは抜きにはやっぱり読めないと思っています。そうした中でこう鎌倉時代末期から南北朝期みたいに疫病もあり災害もあり価値観も崩壊していく現代はとてもよく似ていて、じゃあ我々どうしたらいいのかって時に、まあ空前の南北朝室町ブームであり、週刊少年ジャンプみたいなあの有名な漫画雑誌で、それこそ の有名な漫画家の先生がそれを舞台とした作品を書くというような現象も起きているのかなと思っています。松井雄生先生は前作暗殺教室ってそのタコみたいなあの万能の先生がある超進学校のエンドの E 組って言われるあの自己肯定感が全くなくて、他のクラスの生徒たちの見せしめになっているようなクラスの生徒たちを教えて、そう成長させていく暗殺という手段を通して、一人一人の子どもたちの持っているこう世間一般で見ればマイナスと思われるようなところとか、そういったところの個性を発見して、あるいはその子どもたち自身で気づかせて成長させていくっていうストーリーなんですが、まさにその逃げ上手の若君ってさらにそれを時代は鎌倉末期室町南北朝期なんですけれども、時代は違ってももっとこう発展させた作品になっていると思って読んでいます。で、私自身も自分が古典文学とか歴史を研究していて、まあ、純粋な研究ではない部分のところにも今力を入れているんですが、やはりその歴史や古典文学が持っている人間の知の英知を書物と研究室だけに漏らしておくのではなく、おそらく当時は僧侶とか神官とか、あるいは隠者とか言われる人たちがいて、実践と思考が一致してたんじゃないかなと思います。ただ現代においてそういったその当時の肩書きを持っている職業の人たちがそれと同じことをしているかって言ったらそれは違って、むしろその、ミュージシャンとかそういった人たちの方がむしろその役を負ってるんじゃないかななんて思う時もあるんですが、おそらく私もこの時代の中でやれることってあると思い、まあ、それを信じてみたいなと思うこの頃でもあるわけです。前回動画作った後去っていった人もいっぱいいます。登録者数とかいろんなものを見れば分かります。逆にそうじゃない人たちも聞いてくれたみたいなんですね。そうした時にこのネットとかウェブの時代になった今、私が思ってるようなこと聞きたいって人もいるんだったら、
それでいいじゃないかって、むしろ私は、思想と実践は一致すべきだという考えでいますので、これまでの動画、聞いてあれ違ったなと思う方もいるかもしれませんが、面白いなと思っていただけたら嬉しいななんて思っています。それではまた次回。